今日の一膳はちょっとサンタなのでみんなにねお菓子をイベントであげたことで、今日のね企画なんやけど、クリスマスっていうことでちょっとサンタの格好で、普通ねサンタってみんなにプレゼントあげたりするイメージがあると思うんやけど、今回はゴミをもらうっていう企画をやっていきたいと思います。よいしょ。渋谷と今回原宿にちょっと繰り出てみようかなと思うんやけど、そこでどれくらいゴミをもらえるのかっていう検証とともに、街に落ちてるゴミもねちょくちょくこう拾っていこうかなと思います。で今回ねゴミ袋めっちゃ可愛いのねもらったんよ。なんとサンタさんの袋をね、これをねゴミ袋にして、今日はねやっていきたいと思います。じゃあ企画いってみよう。なんかさ、お薬飲んでる風邪かな、気をつけてみんな風邪には。聞いてくださいよ皆さん、今日ね温度がさ、ちょっと一回ゴミ拾う。温度がねもうね5度とかなの、もう超激寒なの、めっちゃ寒くないけど、ちょっと私はね上着を脱いでちょっと気合い入れて、ちょみんなにサンタを見てもらおうと思ってもうやってるんやけど、いや未だゼロ、ゴミもらえてません。逆サンタやばい、失敗になるかもしれないマジで。まあ別にねもらわないとやばいってやつじゃないからいいんだけど、もらいたいよね。ゴミあれば、あの路上に落とすんじゃなくって、ぜひ私に会いにゴミを捨てに来てください。皆さん待ってます。上がってる頃にはいないんだけど、待ってます。引き続き今からちょっと原宿に移動しようと思います。渋谷ね人多かったんやけど、まあ、なかなかねポッケに手入れてる人多いんで寒いけんね。原宿は食べ歩きがさ多いと思うけん、結構手にゴミを持ったまま歩いてる子多いかなっていうのをちょっと期待して行ってみようと思います。チャンネル登録してください。からクリスマスにみんな自分がサンタになったって思って、チャンネル登録というプレゼントを私にくれませんか。寒いからさ、なんかあったかいボタンをさもらってもいいかなっていう私からのお願い。代々木公園の前で男の子がねゴミを捨ててくれるということで、ありがとうありがとうね、頑張ってください。ありがとうございます。気をつけてね、楽しんでね。ありがとう、かわいい、あ、バイ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 、ゲット、ありがとうございます。いや優しい、もらいました。原宿着いたのでちょっとね、あれゴミゲット、ちょっとね、この人通りでゴミをもらえるかどうか地を伏して検証してみたいと思います。行ってみましょう。私の予想はゼロ、マジで。あの、ね、難しいのよこれ、見つけるじゃんゴミもらえると思うじゃん、もうね通り過ぎてんのだから、多分かなり難易度高いんだけど、ちょっとゴミをもらえるに、お願い、歌いで。ゴミもらうんだけどゴミもらえないかもしれない。ここら辺ゴミ箱あるのかな、原宿って。やばいね、本当に土曜の夜なんやけど、めっちゃ人多いわ。あ、全然半分じゃなかったかも、わかんない。もうちょいあるわ、もうちょい頑張ります。クレープのね、いい匂いがする。半分ね、終わったんやけど、まあ、あの、ゼロゼロやったけん、ちょっと次からの試作はちょっと胸の前でボード掲げるっていうのをやる。これで歩いてみる、で、何個もらえるか検証してみる。戻りちょっと行っていきます。頑張りましょう。はい、原宿一周往復終わりました。ちょっとね検証結果なんやけど、ゴミをもらえますカードを掲げとったんやけど、なんと一人もいませんでした掲げただけかもしれん。まず人の目線が私のこの赤ずきん坊、何あの人、まずこれ第一、次これ、何ゴミもらう、はい、これ、この素通りありましたね。こっからのムーブとしてゴミをじゃあ自分持ってるか渡そうまでがちょっとねなかなかね難しくて、人の流れも早いけんちょっとねもらえなかったかなっていうの。でも結構後ろの方からなんかゴミもらえ、なんかもらうってとかちょっと聞こえたこともあったけん、まあ、ニアピンの人もおったかなっていう感じですね。でも楽しかったからマジで、あ、もうよし、こんなね格好して歩くことマジでないけん、カメラ外ではないけん、じゃあ楽しかったです。そしてねクリスマスゴミはゴミ箱に捨てていきましょう。ということでハッピーメリークリスマス、みんな楽しんでね。今日も動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。もしこの動画が良かったらチャンネル登録グッド
ストボタン、コメント、SNS のフォロー、ぜひぜひお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。